フレームチャンネルへようこそ。はい、ということでナミコさん、はい、春ですよ、春。もうすぐ春ですね。春だけど。はい、ということで今日はあの、はい、春におすすめしたいサイクルウェアブランドを紹介しようと思います。見よ。はい。出会いの春。はい、ということでナミコさんはどんなウェアブランド知っていますか？私が一番最初に買ったのはルコックさん。ルコックさん、はい。あと着ているのはカペルミュールと、うんうん、アッさんと、はい、あとレリックさん。あ、レリックさんね。はいはいはい。まあその辺がね、まあ結構日本でも買えるし、まあ有名ですよね。そうね、買いやすいからね。はい、ということで今回は海外のおしゃれブランドを5つ紹介しようと思います。楽しみ。やっぱりさ、こうある程度さ、こう暖かくなってスポーツしたくなるじゃん。うん、やっぱ外出たい。ちょっとさ、服装とかもおしゃれなの着たいじゃん。形から入りたいから結構、ね、でしょ。やっぱりその辺を今日はもうあのナミコさんの知らないところをちょっと紹介しようかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、おしゃれ番長に任せな。おしゃれ番長ね。おしゃれ番長ね。はい、はい、はい、ということでじゃあちょっとね、今から紹介するんで見ていきましょう。はい、ということで、一つ目はこちら、シャポーというイギリスのブランドになります。まあ、色合いが可愛らしく、日本にはないデザインのものが多いです。はい。ということで、どうですか、ナミコさん。すごいね、派手だね。色の使い方が。そう、まあ、デザインも、デザインも日本にはないよね。うん、そうね。すごい、右側のなんてこう、どうなってんだろうね。そう、どう、実際こう着てるやつ見ると、いいでしょう。すごい。映えるね。映えって感じ。かっこいい、スタイリッシュ。男性が着てもいいね。そうそう、まあ、色の出し方がちょっと暖色系が多いんだけど、すごいこう、うん、なん日本にはないようなこう明るい感じの色合いになってます、うん、で結構ねコスパも良くて40ユーロ、まあセールだと40ユーロぐらいで、うん、まあ、大体4700円とか、まあその時のレートによりますけど、結構安い、うん、安いってコスパいいですね。そうなんです。はい、続いてのブランドはこちらベロビッチ、はい、こちらもまたイギリスの、メイドインイギリスにこだわった、メリノウールを使ったウェアを中心に展開しています。これは見たことある、聞いたことある。はい、シンプルだね。こうロゴがしっかりあって、あとは特にシンプル。でもすごくこう物も良くてすごいシルキーになるのよ、うん、着心地が。素材がね。そう。で結構高級ウェアとしてもまあすごい有名で、あ、そうなんだ。まあ高いんだけど機能性もあって着心地もいいと。うん。しっかり走りたい人向けって感じ。そう。日本だとねアンバサダーで石垣美穂さんとかがこのベロビッチのウェアを着てます。かっこいい、めちゃめちゃ似合ってる。はい、かっこいいでしょ。うん、かっこいい。こう結構スタイリッシュっていうか。そう。この色とか可愛くない？うん、え、この色すごい可愛いね。欲しい、欲しい。なかなか日本だとない色ですよね。うん、はい、続きましてモーベロという、まあ、こちらまたイギリスのポップカルチャーとの融合コンセプトに掲げるイギリスブランドになります。カルチャー、はい、どう？わ、可愛い。まあさっきとまた違うよね。うん、右側の方のデザインか。これ右？これ？うん、まあ、左も可愛いんだけど色も、うん、右のデザインなんてそう、すごい攻めてる。まあデザインもすごいし色の使い方がまたすごいよね。ポップって感じだね。そう、ポップこれもすごいんですよ。でまたねこういう、そうそうそう、こういうさくらんぼとかこうちょっとフルーツとかちょっとねなんかこうキュートなウェアが、ね、うんうん、遊び心ある感じ。そうそうそう、かわいい。トラ、そう、トラとバラみたいな。派手だね。そう、なんかこう走ってったらふって目引いちゃう。そう、すごい、まあ、綺麗な色の使い方をしてますよね。うーん、はい、え、かわいい。これいいかも。はい、続いてはツインシックスというこちらねアメリカのブランドになります。 USA、 さ、はい、まざ、あ、まなサイクルシーンからインスピレーションを得てデザインをしています。はい、どうよ。すごいルービックキューブみたいな色の使い方。そう、なんかこれもなんかアメリカって感じがちょっとしない？うん、これザ・アメリカだね。色が派手だね。そう、すごい。なんかこうなんだろうな、このグラフィックの使い方とか色もそうなんだけど、やっぱデザイン性がすごいよね。うん、これはなかなか
攻めてるね。そう、こう色の出し方とか大胆っていうか、このデザインがバーンってきてる感じが稲造そうそうそう、稲造、ね、なかなかこう日本ブランドでは見ないようなこうデザイン性があるのかなと思います。すごい、左側大阪のおばちゃんみたいでもね、このただドピンクって感じじゃないのがいいよね。うんうんうん、あ、稲妻。いや、これはなんかこうなんだろう、派手に行きたい人におすすめのブランドですね、うん、かっこいいね。結構セットアップになると、そう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 、そこビブと合わすことによってこう一つの作品になるような、うん、色の出し方、うん、デザイン性あります、ね、かっこいい、これは派手だわ、はい、アメリカ。そう、でもこれなんかさ、こう車体と合わすのにはちょっとさ面白くない？そうだね、やっぱ自分の好きな色を自転車の色にしてる人もいるから、うんうんうん、こう派手だといろんな色あるからいい。まあ一着、まあ、持っててもいいのかなと思いますね。うん、はい、かっこいい。そう、だいぶそのまたちょっとイギリスにはないような感じですね。そうね、はい、続いてはイザドアというね、スロバキアのブランドになります。スロバキアのブランド、はい、実はねナミコさんね持ってるんですよ。私のメロンパンの、そう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 、これ意外に、まあ、ナミコさんが持ってるのはちょっとまあデザイン性があるんですけど、だいたいイザドアってこういう感じのシンプルなものが多いね、はい、まあ柄はないって感じ、ね、そう、ただやっぱこう色の使い方っていうのは日本にはないようなこう使い方とかデザイン、うん、すごい、これすごいね、メッシュ、これやっぱ夏ものなんで脇とかその汗のつ、うん、各部分とか通気性を良くしたい部分はすごいメッシュになってます。なるほどね、機能性があってすごいシンプルって感じ。そう、今まで全部こうデザイン性があったけど、こんぐらいやっぱシンプルでもいいやって人も多いと思うのよ。うん、かっこいい、ちょっと大人な感じのブランドだね。でもかっこいいのさの中にもちょっと可愛らしさとかあるでしょ、こういう出し方、こう真ん中、うん、色合いがね、そう、おしゃ、そう、なんかね個人的にはそのベロビチのシルキー感とはまた違ったこのメリノウールのこうしっかりした感じの素材の出し方、うん、私が持ってるやつもすっごい着心地いい。あ、そうそうそう、うん、何度洗っても結構意外にこう物持ちも良さそうな、結構丈夫さなね作りになってるんですよね、うん、素材がいいって感じ。そう、いやでもこういうまあシンプルなこういう感じの男性かっこいいよね。うん、シンプルなのいろんな合うしね、いろいろ合うし、そうそう、合わせやすいっていうのはすごいおすすめなのかなと思います、うん、ない人多いと、はい、ということでナミコさん今もうさらっと5つ、まあ、紹介したんですよ、はい、5つありましたね。そう、まあ、まずシャポーね、うんうん、そう、これコスパがいいと。コスパはやっぱ大事です、はい、でもこういう感じもさ、よくない、シンプルの中にちょっとしたデザインがっていうのも、うんうん、いいね。差し色とかは結構みんな好きだと思う、うんうん、映えるね、映えるよね、うん、こうごちゃごちゃしてない感じもね、こういうピンクとか何か好きなんだろう。私これめちゃ好きね、これね、うん、かわいい。やっぱあれですね、ベロビチもね、これはかっこいいね。いや、かっこいいよね、うん、着こなすためにちょっとダイエットしようとか思うかも。いや、これ確かに、でこれよく見てもらうとね、あのバックポケットが結構前の方まで来てるじゃないですか。あ、本当だね、結構、うん、この辺も特徴的で、多分あの物の出し入れがすごくしやすく作りになってます。なんかしっかり走る人向けっていう感じがする、まあ、そうね、うん、いや石垣さんかっこいいわ、うん、かっこいい、絞りたいわ今度実際に僕はもベロビチは持ってないんですけど、まあ、着用したことがあって、うん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 、すごいね、なんかね滑らかなの生地感が、うん、この色もめっちゃいいね、滑らかそうな色してる。なかなかさこの色のないよね日本には。持ってない。いや、ないんですよ。私はこれが一番好き。あ、言ってたね、これもさ攻めてるよね。ポップだもん、ポップ、いや、ポップ、ポップ、ポップ、うん、私はこれが一番気に入ったかも、おしゃれ番長的には。まあこういうフルーツ柄もいいよね。うん、何事もやっぱ攻めていかないとね。わかりました、はい、まあこのアメリカのブランドもねすごいデザイン性があるんで、うん、はい、ということでナミコさん、はい、実はですね私今紹介したの何着か持ってるんですよ。意外に。まずこのねシャポー、うんうんうん、これ本当にコスパがいい、あの高いものでも、まあ、どうなんだろうな、
冬物はやっぱ高くなっちゃいますけど、うん、物によってはもう1万円しなかったり、まあ、セールで買うと、ね、まあ、4、5000円で買えちゃったりします。初めて買う人はやっぱちょっとコスパいいのから見てみたいし、ね、そうそうそう。あと海外ブランド買うのにちょっとハードル高く感じると思うんですけど、うん、今回まあ紹介したシャポーとかは全然日本語、まあ、簡単な英語を打てば買えるんで、あ、そうなんだ、うん、そっち楽だね。そんなに難しくなかった、安心です、はい。あとはあのツインシックス、うん、あ、スイッチだねそれ色でもやっぱこういうのね、派手なのも一着あるといいよね。うん、派手なとこでと、あの派手なやつ着て遠出したいね。こういうのかわいいよね、うん、かわいい。で、あとはナミコさんも持ってるイザドア。イザドア、はい、こうシンプルドシンプルね、まっちゃ、あ、でもかわいい、その丸丸丸ちょっとしたね。でもやっぱね、生地感がすごいしっかりしてるんで、すごくね、うん、丈夫なんだけど、うん、メリノール使ってるから保温性も高い。保温性大事ですね、すごい。まあこれまあ冬物なんでね、はい。ということで、あとナミコさんがかわいいって言ってたさ、はい、ポップなやつ、うん、もう僕ね、実はこれ、まあこれポップじゃないやつなんですけど持ってるんですよ、うん、これ。それはこれね、マウンテンバイク系の、あ、まあちょっとウェアでなんだけど、もう着心地いいからパジャマで使ってます。パジャマに着れるぐらい着心地がいい、ね、着心地いいそう、うん、なんかさ、ここら辺だとその海外の通販サイト、まあ日本でも買えるサイト、うん、でも購入できたりするんで、うんうんうん、まあ、その辺はすごいハードル低いのかなと思います。そうですね、はい、もう今ネット通販がね盛んだから。そうなんですよ、はい、チンだもん。ということでいかがだったでしょうか。ね、うん、そう、ポップなのが好きだったけど、他のももうちょっと走れるようになったら着たいなとか、全部いろいろいいところがありました。まあそうね、やっぱ日本では買えないものを買う優越感もあるし、その海外でしか出せないっていうか、もう向こうっぽいデザインっていうのもテンション上がるんで、ぜひぜひ購入してみてほしい。他の人と違うみたいな、ね、そうやっぱ手に入れてほしいなと思います。はい、はい、ということで、この動画、またね、いろんなブランド紹介してもらいしてほしいよって思った方はグッドボタン、ぜひぜひ、ナミコちゃんにもいろんなウェア着てもらいたいと思った方もグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。はい、ということで今ね、こういう事態ですが、まあこういう感じで動画をねお伝えしてきたらなと思います。はい、はい、じゃあまた次回動画お楽しみに。またね。チャンネル登録はこちらから、他の動画はここと、ここから見てね。